1941年3月に日本陸軍が開発した対空戦車である。正式化はされなかった。1930年代から航空機に対する機関銃の威力の向上が問題となった。ここから日本陸軍は新式の対空機関砲の研究を始め、1934年対空機関砲を新たに試作し、改修と試験を繰り返しながら、 昭和13年に正式にこぎつけた。これが98式2 0ト、mm、ル降射機関砲である。運用するにあたり、補機砲は陣地をしつらいて射撃することが必要であった。ため、車載時に敵機の攻撃に対して即応できないことが問題とされた。このため94式6輪自動化車に98式2 0ト、mm、ル降射機関砲を搭載し、正式採用されて整備された。 この後、対空戦闘用の車両の開発は、半装機車搭載系を経て、全装機車搭載型の基ト車が構想された。基ト車は97式系装甲車の車体を利用していたが、車体が小さくミサオ法に不便であったことしかし、基ト車の経験を踏まえた上で、1941年3月、対空戦車の開発が開始された。略不合は達成である。 研究用車体には98式系戦車が選定された。98式系戦車は95式系戦車が戦線で活躍していたことから代替が進まず、量産が開始されたのは1942年からであり、研究当時は 試作段階に止まっていた。達成者の運用は、戦車部隊に随反し、航空攻撃から部隊を防御することが考えられていた。これは1939年からの電撃戦による航空攻撃の活躍の影響が大きい。基本的な車体構造は98式系戦車の、それを用いている。ただし、車体側面周部の形状が98式系戦車の、 側面とは異なっており、フェンダーギリギリまで拡幅された上、丸みを帯びた形状から走行板同士を溶接して構成した鋭角的な形状に変更されている。これにより戦闘室の内積を増加した。車体から従来の砲塔を撤去し、新たにオープントップの砲塔を搭載した。この砲塔は全部が円筒形状、後部には大きく張り出した大型のバスルを設けており、 この砲塔バスルの内部には 20mm 機関砲弾薬と装具を搭載した。機と車の失敗を生かし、砲手の全周防御を実現している。機関砲は98式 20mm 砲射機関砲を、元とし市、姿勢補機砲通型が新たに製作された。開発は、同金義和中佐と前田利直少佐である。原型砲から用いられたものは、機関部と後新。 レバー等であり、小純具が回収され、片当てが追加された。マズルブレーキのある方向からおずつ底までの銃の、長さは 2003mm である。車載に当たり三脚、車輪、座席が撤去された。断層は98式機関砲と共用の15発、入り箱型断層である。揺らか以上の構造は98式高車機関砲と、ほぼ変わらなかった。 これを棒立てを介して、砲塔内に搭載した。機関砲は左右15度に旋回でき、砲手は片付けによって、照準操作ができた。それ以上の追尾には砲塔を旋回させた。発射速度は300発毎分である。照準は、正門からリード角のついた円管を除く2点照準式だった。リードには、 時速 700km、時速 500km、時速 300km の3種類が用意されており、射程は 600m から 1400m が想定されていた。期間には、統制型100式空冷直列6気筒ディーゼルを使用し、130馬力を出力した。変速機は、前身4段、後進1段である。原型となった98式軽戦車は、 時速時速5 0トルを発揮した。射撃試験の結果、地上に据え放して射撃する場合と比べ、降参誤差が2倍となっていることが判明した。また、不行のしやすさをより容易にすること、射角と放手の姿勢を対応させる必要などがあった。他、機能的に問題はなかった。1943年3月の試験結果で、不採用が決定された。 照準の簡略化と命中精度の低下、発射速度の増大ができないことが挙げられた。総合的に早期車上に牽引式の機関砲を搭載する方に実技があるとするものであった。RUSE 日本の対空戦車として登場。ウォーサンダー日本陸軍ツリーの対空車両達成として登場。ありがとうございます。